私にかかればこんなもんだよ。リメル、ちょっと話そう。まだ寝ないんだ。あまり早寝する習慣がないんだ。奴隷時代は眠るのが嫌だった。寝るってことはまた次の一日が始まるってことだったからな。ごめん。そういうリンウェルはどんな暮らしをしてたんだ。魔法使いの一族だったんだろう。やっぱり何をするのも魔法だったのか。違うよ、全然そんなんじゃない。むしろ使っちゃいけなかったくらい。いつ誰に気づかれるかもわからなかったから。そうか、おとぎ話みたいにはいかないんだな。その代わり毎日勉強はすっごくさせられた。変な話だよね、そのせいで迫害されてきたのに。一族みんなずっとそうしてきたんだって。どのくらい昔からそうしてたのかわからないけど。俺が覚えている限りでは魔法使いのことはすでに300年前、それこそおとぎ話扱いだった。レナ人が来る前から迫害されてたんだろう。うん、でも考えたらどうしてなのかな。レナ人は精霊術でダナを支配したのに、魔法使いはなんでダナを支配しなかったんだろう。やろうとしたけど数が少なくてできなかったか、それともそんな気になれなかったのか。リンウェルはそうなってたらって思うか。思いたくない。どうして魔法だけが迫害されたんだろうな。剣だって人を支配する道具なのに。多分剣と違って勉強だけじゃどうしようもないからだと思う。血筋じゃないとダメってことか。手が届かないものは理解できない、理解できないから怖い、だから迫害する。だとしたら悪いのは魔法じゃない。うん、今日もお疲れ様。今日もよろしくね。死への芸当だ。これが私たちの強みですね。引いた方が身のためだ。
楽をさせてもらった。まだまだいけるぜ。
もう抜けるぜ。私が絡めとろう。マジンダー報酬違くてるクラミジャソー、まとめて片付け、成功、拡大兵器、試練滅天章、俺の真骨頂、バルスだってきた、インクラテル、みんな、まだ行けそうか。ああ、問題ないぞ。本当にあるようだな。全力で行くぞ。作法が過ぎるな。あがくがいい。攻撃を引き出せ。やめられない。エアプレッシャー。大地の元に刻まれる。エアプレッシャー。エアプレッシャー。大地の精鋭。大地だ。エアプレッシャー。大地だ。エアプレッシャー。いけるぞ。エアプレッシャー。我らに聖なる加護を。体だぜ。これ。
ぶっ潰してやる。人類漏洩核。ヤバタマの絶対を見る。姫様へ。輝く集う。ダメ。やるぞ。勝てたか。した方が身のためだ。やらせない。絶対よ。超連打だ。暴発する。マジンカ。お天気を当てる。よっ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 。勝て。よっ。よっ。その回絶対と。ダンク。流星の連点脚。で、早ろ。このまま捨てる。仕留めるぞ。ジェネシス。どうにか倒せたな。問題なさそうな相手だな。絶対しろ。死ぬられる強制が邪魔を積んじゃく。ブラシーハゲイ大地を元に出よう。早おれ天然天脚爆弾撃いった。黙れマジンガ。我が道の来るは俺がいった。アクアターゲット暴発する。ゲット。体だ。マジンガ。それだ。無敗で死ぬられつつは邪魔を積んだ。ブラッディハウリング。現代的な大地の元に挟まって。おいら大人脚。エラプレスカスイルカモンステンカス。マジンカス。ほらネズミの光を絶対と封じてやろう。現代的脚絡めとる。燃焼剣総発イル。めぐみの光を逃げろ。前よりも動けそうだ。
はるほうほほほうほうほほうふるるん森で何かあるの？天を仰ぎ、地に抱かれて眠る。まんざらでもない。Are you kidding me? Are you fucking kidding me? This fucking bullshit, bro. Hold up.よし、これを食べればどんな疲れも吹き飛ぶぞ。明日もよろしくな。十分休めたな。進もう。
ティスビムの人々は皆ここを通って逃れてきたんだ。上り下りは逆だが私たちもやれるはずだ。もっとマシな場所も見当たらないし、しょうがね、気合い入れようぜ。そういえばリンウェルのやつ、いつの間にかティオハリムにも普通に接するようになったよな。ああ、海岸で一緒に俺を探しに来てくれた時は正直驚いた。あれは仕方なくだよ。最初あの村の人たちの警戒っぷりったらすごかったから。アウメドラのことはまだいろいろあるけど、でもダナだからレナだからってだけで決めつけたくない。そう思えるようになりたいって思うようになったから。そうか、体を張った甲斐があったな。どう？まあな。よかったですね、ティオハリム。まあ痛くない腹を探られるよりはいい。あ、でもティオハリムって回りくどい言い方するからそこは嫌かも。それは種族とは関係ない性格の問題だぞ。あ、そっか、じゃあしょうがないね。Damn, bro. なし得ぬ芸当だ。これが私たちの強みですね。
全力で行くぞ。光栄な手段だ。全力で行くぞ。まだまだ行けるぜ。もう一点か。相手の術を使えと言えば、かなり俺なら。まとめて片付け。成功。拡大兵器。やれるぞ。どうだ。うん、上出来だ。成長剣。やっとない。足止めは任せたまえ。さあ、ここまでだ。拳を温めとくぜ。どういうこと。深淵なる炎連撤却を発生。ヤバ天井剣強張りです。決めたまえ。貴様の滞在は僕の刃を断ち切る。天空少年波絶対の王竜エンダこれまでの戦いが実を結んだな。
いだ。これだ。余裕の勝利だね。そうだ、私を狙ってこい。絶対勝利。攻撃に出る。やらせない。赤坂前ゲームラン絶対勝利。絶対勝利。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるね。いつも助かっとります。では心置きなく玉砕したまえ。あがくがいい。打ち抜いてやろうか。絶対勝負。あるぞ。いくよ。おたけに行くぞ。行くぞ。なおる山だ。光の拳を受けてみな。まだまだ俺の真骨だ。絶対勝利。ぶっ潰してやる。信頼漏洩客。絶対勝利。あとちょっとだよ。やらせば。サクッと手にしようぜ。どうあれほどの気を取れた。みんななんでジェネシック。これでみんなの力になれるかな。こんな間近で滝を見たのなんて初めてだ。全身で浴びたら爽快だろうな。構わんが、おそらく水圧でぺっちゃんこだぞ。ここは抜かせ。投降なんて俺には関係ねえ。敵に回したくないな。なら私が妨害を頼む。まだやれるぜ。バラバラにしてやる。無心中変連戦客血を奪っ頑張ってくれ。決めたまえ。やりましたね。見事な一撃だった。絶対勝
やはり躍動する筋骨の様相は優が勝るな。この無駄なき精巧な美を求め私は戦うのかもしれない。躍動する筋骨の様相は優が勝るな。この無駄なき精巧な美を求め私は戦うのかもしれない。援護お願い。我らに聖なる神を勝つ。行け絶対勝負。大地の元に刻まれて行くぞ。あれ行け絶対絡めとる。合わせるな。カツを見たぞ。まとめて片付ける。成功。敗北は遠慮しておこう。
わっ、こいつは強そうだぞ。ないと思うぞ。頑張れ。半分？マジかよ。だからって諦めるわけにはいかないもんね。ああ、気合入れねえと。その息だ。ここは抜かせ。装備。では見直したか。気をつけろ。
何かいる。こいつはすんなり通してくれそうにないな。足場に気をつけろ。落ちたら一巻の終わりだ。この前
あんなのがいて、よくティスビミの連中は通り抜けられたもんだな。たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り、本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒し、スルドブリガを終わらせた時か。そうだよな。余計な時間を食った。シオンが待ってる。